横手市の養鶏場で鳥インフルエンザの発生が確認されました。県内の養鶏場では初めての発生です。また養鶏場での確認は今シーズン国内で初めてです。県は国などと連携して対策を進め、鳥インフルエンザが確認された養鶏場の14万羽余りの処分を始めています。県によりますと、昨日横手市にある養鶏場から死ぬ鳥が増えていると連絡があり、遺伝子検査の結果、高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されました。この養鶏場は飼育数がおよそ14万3000羽と県内でも大規模で、鳥はすべて処分されます。午前8時前です。応援に向かう県の職員が次々とバスに乗り込んでいきます。県内の養鶏場では初めて発生した鳥インフルエンザ。県は今日午前2時に自衛隊に災害派遣要請を行い、今朝から横手市も含め現地へと入りました。現場周辺の主要道路には畜産関係の車両用の消毒ポイントが設置されました。また県は半径10キロ圏内にある6つの農場に対して鳥や卵の搬出を制限する措置を取っています。佐竹知事は取材に対し、被害拡大防止に万全を期すと述べました。今の、養鶏場の鳥は残念ですが、全部殺処分、いずれ養鶏場が、の出入り、この消毒、そして一般の方も、とにかく死んだような鳥、ね、あと鳥の糞、絶対に、ね、触らないようにということで。まずこれ以上の被害の、ね、防止、これが最も重要です。今日は農林水産省の中村博之副大臣が県庁を訪れました。中村副大臣は、徹底した防疫措置を迅速に進めるよう岸田総理から指示があったと伝えました。国としても防疫措置に必要な協力は惜しまずに、人的支援、物的支援などですね、全力でお支えをしていく覚悟でといいますか、方針ですので、必要なことがあれば何なりと申し付けていただければというふうに思います。それではただいまから131の養鶏場があり、およそ265万羽が飼育されている県内。県は鳥インフルエンザの発生を受けて危機管理対策本部を設置し、今後の対応を協議しました。本県の養鶏産業への影響、これを最小限にとどめるということで、関係機関、団体との連携によって、この貿易産業、これを迅速に実施し、本病の早期正常化に努めるようにお願いします。農林水産省は、国内で肉や卵を食べることで人が鳥インフルエンザウイルスに感染する可能性はないと考えていると説明していて、佐竹知事も県民に対し冷静な対応を呼びかけています。鳥インフルエンザは渡り鳥が飛来する季節にリスクが高まります。昨シーズン全国では51件確認され、およそ987万羽が処分され、件数、処分数ともに過去最大となりました。県は今回発生した養鶏場や周辺の養鶏場の支援策を検討することにしています。農場主さんの意向も聞きながら、なんとか心が折れないように、また再建に向けてスタートさせたいと。で、必要な支援はそういう意味ではやっていけれやれるものはやっていきたいというふうな、そういうスタンスで臨みたいと思います。今日午後には農林水産省の専門チームも現地に入り、感染ルートなどの調査を進めます。鳥インフルエンザが発生した養鶏場での処分作業は1週間ほどを要する見込みです。環境省は鳥インフルエンザが発生した養鶏場の半径10キロ圏内を野鳥監視重点区域に指定しました。これを受けて県は区域内での野鳥の飛来状況や異常がないかの監視を強化することにしています。